横ばいガラガラヘビは、鎖ヘビかガラガラヘビ族に分類されるヘビ。特定動物。別名サイドアインダー。アメリカ合衆国西部全長50から80センチメートル。体色は青みがかった灰色や高褐色等の変異がある。目上部は、尖り角状になる。大人が噛まれても、通常致命的ではないが、場合によっては全身に影響を与え、 部分的に組織が餌死し、アレルギー症状を起こした場合は死に至ることもある。砂漠に生息する。夜行性で、日中は他の動物の巣穴の中や草むらの下に隠れている。食生は動物食で、カンガルーネズミなどの小型の哺乳類やトカゲを捕らえて食べる。繁殖形態は、卵体制で4から5月に交尾し、およそ3ヶ月後に5から18匹の幼。 ヘビを生む。砂漠の上の移動は独特で、アルファベットの J、または S アザ状に体をくねらせ、上半身を進行方向へ持ち上げた、高下半身を引きつけ横向きに移動する様が、名前の由来と言われている。滑りやすい砂状では、接地面の少ないこのような移動方法がヘビにとって、最も効率的と考えられている。また、アフリカ大陸の砂漠にも、 本種のように横ばい運動を行う種がおり、修練進化の一例とされる。ありがとうございます。